原野沖は、新末民初の政治家。北京政府時代は、地方官職を歴任。後に、中華民国維新政府、南京国民政府で養殖についた。字は、孟う蘇州の名族と言われた、東山岩押の家庭に生まれる。新末は、厚生省九行府地府、慶徳鎮道地、広東省、昇州府地府、高州府地府、高麗美道。 準敬堂と歴任した。なお任官中に、高加工で処刑された、革命派72人の遺体を収容したとされる。1913年1月、関東省国税庁、ヒカルソ内所所長に任ぜられる。間もなく、越海館監督に移動した。翌年5月、関東省財政支出庁となる。次の年の5月には、処理湖南省財政庁長に転じた。 1916年8月辞任し、1920年10月、チャンス省財政庁長に任命された。同年、東南大学校等にもなっている。1925年辞任し、河北、熱化観産総所副所長に任命された。1938年3月、両大取氏が中華民国維新政府を設立すると、原野沖は財政部次長に任じられた。 11月、一旦職を免税られたが、翌年4月、病に倒れた財政部長、陳金藤の代理となる。9月、正式に公認の部長に昇進した。1940年3月、王朝明が樹立した南京国民政府に、維新政府が合流すると、原野沖は財政部政務次長兼観察院観察士に任ぜられた。 財政部政務次長は1943年1月まで、監察院監察士は1944年5月まで、それぞれ務めている。日本敗北後、原野沖は、官官として国民政府に逮捕され、懲役13年の判決を受けた。中華人民共和国が成立した後の1952年、故郷の公衆で死去した。去年68、ありがとうございます。